が何をしようが生徒たちの気持ちは変えられねえぞ。みんな毎日必死に練習してるんだ。いつかのお前みたいにな。沢田と内山が心配してるぞ。お前のために何かできないかって、あいつら本気で考えてる。そのたちのためにもうバカなことはやめたらどうだ。ダチだと？何も知らねえくせに偉そうに説教こいてんじゃねえや。俺のダチはな、今一緒にいる連中だよ。なんかさ、そいつのこと見てたらきっと学校辞めたくなかったんだろうなって、そんな気がするんだよね。やっぱりちゃんとみんなと一緒に卒業したかったんだと思うよ。うん、学校はいつか卒業するとこだ。卒業した後の人生の方がなんぼが長え。終わっちまったことはいつ